祖師堂婚資金銀礼ッケ業法等んだらず八、幅のうち、第一、幅立本寺は、京都府京都市上京区にある、日蓮州の本山。三号は、具足山。立中が四回にある。日蔵が創建した妙見寺を起源とする。日蓮の弟子で、京都での布教に携わった日蔵は、現行万年、三河片笑い魔工に妙賢寺を創建。 略王四年、四条串毛に寺地を移した。明見寺は、下京元年三門により破却されるが、明徳四年、三条坊門堀川に再興され、次号を明本寺と改めた。王永二十年、明本寺は、再度三門により破却され、五世月名は丹波に難を逃れた。王永二十三年、秘術は明見寺の旧地に寺を再興し、 本王子と合したが、一方、月明は五条大宮に、妙本寺を再興、本王寺と対立した。この本王子が解消して立本寺と合した。なお、妙見寺と本王寺の分立については、異説もあり、明徳四年、君が四条九手家の旧地に妙見寺を再興し、本王寺と合したとする説もある。立本寺は、天文五年天文法家の乱で、 他の北家衆寺院と共に消失し、堺に避難するが、天文十一年、小奈良天皇は北家衆気楽の臨時を下し、北家衆寺院は京都へ戻ることとなった。立本寺は天文十三年新町三条に伽藍を再建した。その後文禄三年、豊臣秀吉の命により、寺町今出川に再び移転した。法永五年、法永の大化で消失後、 現在の地に移転し、ガランを再建した、妙剣寺、妙覚寺、立本寺の三寺で、竜家の三具足と呼ばれている。現住は九十七世上田美瑞館樹。生氏、松ヶ崎法園。法永五年の大化後、全地峡国今出川で類相を免れた、祖師堂、海祖廟、酒老堂、本堂、前井戸館、京蔵等を現在地へ移築した。 ガランの他の建物は順次に再建された。本堂、節堂、客殿、首廊、表門が京都市の有形文化財に指定されている。本堂は官方3年、節堂は文化8年、客殿は教法13年、表門は安永7年の混流である。首廊は旧地から移されたもので、江戸時代中期の混流岸も神道は、 天明3年の消失後に再建された。日蓮習は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。京都府京都市上京区七本松通り、仁和寺街道上がる一番町107、京福電気鉄道北の白梅町駅から徒歩15分。ありがとうございます。